いやスピード出すとマジで何もできなくなるんだけど、やっぱ慣れっすかね。ゆっくりしかやんないからいけないのかな。ちょっと見て、まあまあまあオーリーはマシね。あとね、バックサイドの相手も多分大丈夫。まあちょっと綺麗なのはなかったけど、恐怖感とかないんだよね。あのスピードでも全然ドライできる。あとのはもうダメだね。ホップシャビットぐらいがギリいける。まあ慣れればいけそう。単純に怖い。じゃ慣れてない。慣れればまあポップショーみたいけど。あとのはね、もう無理なんだよね。何やってみる。まずフリップはね、ゴミなのにするわ。思ったよりいけそうだった。まあ、最近調子いいからね。もうちょっとだけやってみるか。でもなんか乗れる気はしないな。乗れてもゴミみたいなフリップになりそう。でもなんか思ったより恐怖感あった。まあ、何回かやったらまぐれで乗れそうだけど、なんか軸がぶれるのはなぜなのかっていうのはちょっと気になるところではあるかなっていうところかな。あと何かやる。ポップショー見てだいぶ分かったと思うけど、なんかスピード出すできないのやっぱ慣れですかね。フロントポップやってみる。怖いね。ちょっとダメだね、これは。だいぶ下に飛んじゃうし、乗れる気がしないな。まあ、そう簡単にはいかんな。先を取り直して次行くか。フロントサイド180。いや、めっちゃ怖いんだよな、ね、フロントサイド180。ゆっくりでも怖いもん。まあまあぎこちないね。ぎこちない。ゴミってほどではないかもしれないけど、ぎこちない。そして回りきってない。まあ要はあれだよね、足から板が離れる系トリック、ポップショービットとかキックリップとか、まあいうのは苦手です。怖いんで踏み外した時。でももうちょっとスピード慣れないといけないですね。じゃあスピード慣れるために BMX ちょっとやるわ。
はい、ということで誰も求めてないかもしれない BMX の練習動画でした。ではまた。